年上の方の方が好きですね。年上の方が合うと思う。北村匠海をゲストに迎え、年下男子のあざとい言動を遊び or本気でジャッジ。あれ、なんかいい匂いする。どういうつもり？年下男子目線で言わせていただくと、さらに年下男子のあざとい食事の誘い方を北村匠海が実演のはずが、今日って暇ですか？仕事終わった後、うん、行きつけの焼き鳥屋があるんですけど行きません？一体どうなる？あざとくて何が悪いの？